10月17日火曜日夜6時半に動画を公開しました。気分爽快竹坊の今日も PON。 今日は懐かしアイテムトミックスヒマ2203国鉄 JJ54 ディーゼル機関車という動画です。時間との戦い5動画。これは2021年4月13日、某フリマサイトで馬乙女セットの中に入っていた一つのアイテムです。1987年から、カタログ価格付きで乗って、当初は4000円でした。カタログ値は2008から2009年で最後だったかも。あいにく2009、2010年バージョンのカタログは持っていないんです。トミックスロゴが新しいのと、こういった、なんですかね、番号が。輪番が、ここに印刷されてるから、そんな古い製品、そんな古いロットではないんですけどね。で、このパッケージの裏には、トリセツの紙はなく、このね、台紙の裏にですね、使い方がね、印刷されていました。保育台車を取り外しました。1987年発売で、車輪に和紙パーツ、黒色のものですね、それが付いてました。当時としては珍しかったと思います。で、それで、台車を取った奥の方にですね、銀色のパーツが見えるかと思います。これは、スプリングウォームですね。名鉄8800系でも長いこと結構使われてましたけど、リニューアルされましたので、今時スプリングウォームを使っている車両は、ほぼないと思います。で、モーターは、こんな感じのものがですね、使われていました。当然、このモーターも今は使っていません。ナンバープレートですが、左が正面用、右が側面用。正面用のナンバープレート。山になってるってことがわかりますね。側面用は水平というか。メーカーズプレートはすべて三菱になっています。これナンバープレート、号車は9、12、20、24ですね。と言っても自分は、東海地方に住んでるんですからね。この、54はですね、山陰本線、福知山線の、今でいう JR 西日本の車両でしたからね、JR 東海の、管轄の自分にとってはちょっと正直縁がないんですけどね。隣の部屋に来て、鉄、この部屋です。今回のディーゼル機関車に国鉄客車35系4両をつなぎました。では、運転です。今回はここまで。